やっほー、 SL 列車は楽しいぜ。やっほー、汽車は出ていく、煙は残るわよ。これで速さがよくわかる。ごっほんごっほん。どちらか選んでね。さあ、頑張ってね。速さって何のことかしら。亀尾くんの一歩は5センチメートルくらいかな。ぴょんこちゃんの一歩は1メートルくらいあるんじゃないかな。ふむふむ、そうすると速さというのは一歩の距離ってことなのかな。だったら僕なんかチャンピオンだぜ。だって一歩で何キロも飛べるもん。ピーン。勝った勝った、やーやーい。そんなそんな、飛んだり跳ねたりするのと一緒にされたんじゃかなわないよ。それはもっともだな。でも速けりゃいいってもんじゃないし、遅い方がいいってこともたくさんあるんだから。あっちち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 ち。目が回っちゃった。どうだい、早いだろう。オリンピックだって早い人が勝つんだぜ。だって世界一の人だってミツバチワープには勝てないぜ。燃えてるやつは誰じゃ。うわ、なんだなんだ。なんで僕んとこだけ雨が降るんだ。やけどさせられたお返しさ。早いからって威張るなよ。へえ、威張ってたのはお前じゃなかったの。ギャッハ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 ッ。だからね、こうなるといけないから速さっつうものを一つの物差しで測ろうってことになるのさ。そうなんだよ、僕のおかげで速さの物差しができるんだぜ。まあ大げさね。でも速さの物差しって何のことか知ってるの。知ってら。速さってのはさ、それはさ。いひひひひひ、それがどうしたの。それはさ、物差しなんだから。それで物差しだから長さや距離ってことなのさ。速さは距離だっつうの。さすが天才。速さが距離だなんてわっかりやすくていいね。どうだ、すごいだろう。苦し紛れに言ったら褒められちゃったぞ。えへん。うっそ、だって何分間とか何時間って条件がつくんじゃない。またまた、すごい。そうなんだよ、二人の言うことを合体させればそれが速さなんだよ。ほら、そうでしょ。果たして天才かしら。うしししし。二人の意見を合体させてみようか。例えば亀号の場合、1000メートル進むのに1時間かかるときには1時間の速さ、すなわち時速は1000メートルあるいは1キロというのさ。ギャッハハ、ずいぶんと遅いんだな。いいじゃないねえ亀さん。だから時速というのは1時間という条件をつけて、その1時間に進む距離を数字として書くから、速さは距離だと言ってたのよね。えへんえへんえへん。風邪でもひいたんじゃないの。速さって時速だけなの。いやいや、まだあるよ。このピョン吉号が1000メートル進むのに1分かかるとすると。わかったわ。それは1分間に1キロ進むんだから、
僕だってもう分かったよ。それを分速と言うんだろーれらい。邪魔だ邪魔だーい。うわあ、危ないじゃんか。時速は1時間に進む距離で、分速は1分間に進む距離だとすると、そうそう、おいらの出番じゃんか。我こそは。はちみつはぷっちゃん、何を気取ってんの？だって1キロぐらいなら、おいらだったらたったの1秒さ。それ、ギャオーン、目が回っちゃった。わー、面白い。これが秒速っつうのね。お次は僕の活躍する問題だよーん。先頭から最後尾までの長さが100メートルの SL 列車が分速1200メートルで走ります。この SL 列車が1本の電柱を通過するには何秒かかりますか？電柱の太さは考えないことにします。SL 列車は楽しいぜ。この列車は分速1200メートルで進んでいます。キャー、 SL って随分ガタゴトするわね。1分間で1200メートル進むってことなんだよ。あれ、ミツバチワープがあんなところにいるぜ。あら、ワープちゃん、電柱に登って何してんの？おのおの方、電柱でござる。そんなところで遊んでると、電力会社に叱られるよ。遊んでるやつはほっといて、どんどん進もうぜ、シュシュポッポ。早く早く、SL が行っちゃうわよ。うぷぷぷ、煙いよ。お得意の瞬間移動で帰ってよーかん。そうだ、忘れてた。はあ、助かった。間に合った。あはははは、よかったよかった。駅駅、いい景色だな。うふふふふ、ミツバチワープくんがハチミツジュースを飲んでるわ。だって疲れてたんだもん。あの電柱に何秒間止まっていたんだい？わかんないな。ただ SL 列車の先頭が電柱を通り過ぎる瞬間に電柱にワープして。うん、そうだったな。ほんでもって SL の一番後ろが電柱を通り過ぎるときに。そうだったな。その時ワープして帰ってきたんだったな。そんなややこしいこと言わないでさ、何秒間だったって言えよな。そうだ、何秒間か計算できるわよ。うっそうっそできるわよね、先生。簡単さ。だってそのヒントはヒデ坊が言ってるじゃん。いつ言ったわよ。風速1200メートルで進んでるって。そりゃ言ったけど、先生、それだけで解けるの？まあ、お二人さんには無理かな。おお、言ったな。よーし、二人で解いてみせようじゃん。とは言ったけど、どうしよう。先生はいつでも絵で説明してるから、真似してみようぜ。うん。通貨さんで解けばきっとできるさ。 SL 列車の先頭の赤色が電柱に差し掛かった瞬間に電柱にワープしたのさ。
そうだそうだ、ソーダスイット。ほんでもって、SL の一番後ろが電柱を通過する瞬間にワープして SL に帰ったのさ。ちょっと待てよ。そうすると、SL の赤線が進んだ距離が。むむ、お主できるな。そうだよ。その距離を進むための時間が、僕の電柱にいた時間と同じなんだよ。さあ、ここで皆さんに質問があるのさ。次のページで答えてね。列車が進んだということは、赤線が進んだ距離と同じなんだけど、君はどれを選ぶかな？いひひひ、どっちにしようかな。何やっとんじゃ。これで SL の進んだ距離は100メートルに決まったし。ちょっと待った。その100メートルっつうのは絵で分かっただけで、どうして100メートルなのか全然分かんないわよ。それはその、僕がワープした時間が。むむむむむ、分かったゾウさん。 SL の一番前から後ろまでの長さが100メートルだから。それそれそれだよ。SL の長さが100メートルだから、通過するのも100メートルなのよ。ま、いっか。許してあげよう。偉そうに。なおちゃんも本当に分かってたのかな？そこで、次はこの SL の分速から考えて、100メートル進む時の時間を求めようか。あとは簡単、簡単。そんなこと言って大丈夫なの？先生、いつものように線分図で解くの？そうしよう、そうしよう。まず、SL 列車の分速の。先生、分速っつうのは1分間に進む距離のことだよね。すっごい、その通り。は銀座の大通り。先生、お勉強しましょう。ごめんごめん。この SL の分速は1200メートルだから、その線分図を描くのさ。まず、1分間に進む距離を絵にすると、こうなるね。この1200メートルを1分間に進むから。わあ、面白いな。これだから線分図が好きなのよね。距離のことは分かったけど、時間はどうなるの？うっせえな、これからやるんだよね、先生。この1分間、すなわち60秒の時計が、1200メートルに合うように、ほらほら。キャー！うへえ！目が回るよー！やった！これが線分図だぜ。これならよくわかるわ。びっくりしたな、もう。いよいよ SL の出発だぜ。この電柱を SL の頭が通過する瞬間に、ワープちゃんが電柱にワープしたのさ。もう止まっちゃうの？だってこの瞬間にワープちゃんがまた SL に戻ってきたんだぜ。へえ、僕のワープがこんなに素早かったなんて面白いな。ここでは必要なところだけ拡大してみようか。さあ、質問その1だよ。 SL は何メートル進みましたか？はいはい。それじゃあみんなにもやってもらおうか。さあ、君たちはどれを選ぶのかな？中の番号を押してちょうだい。はいはいはい。僕に当ててよ。ねえねえ。絵を見たらすぐにわかったよ。イヒヒヒヒ。
君はどうする？絵をよく見てね。絵を見りゃすぐわかるぜ。やったー、すごい天才。次は時間について考えよう。進んだ距離が100メートルとなると、かかった時間は何秒かな。はいはい、これも線分図を見たらすぐ分かっちゃった。さあこれもみんなにやってもらおうか。中の番号を押してね。さあどうぞ。ああ、もう一回やり直してちょうだい。やったわね。万歳。でも先生、防線図を見て答えたってお勉強にはならないじゃん。おや、いいこと言うね。まったく、できたんだからいいのに、いらんことばっかり。でも答えが先に分かったんだから、あとは簡単でしょ。問題文で分かることは、1分間に1200メートル進むっちゅことだから。1秒では何メートル進むのかな。僕はもう分かったぜ。君はどうかな？式を作ってみてちょうだい。頑張って。惜しかったわ。もう一回やり直してね。やったね。やるな。秒速が出たんだからお次は、とっとっとっと。1秒間で20メートル進むってことは分かったけど、問題は100メートル進むのに何秒かかったかを求めないとね。またまた簡単ターン。みんなも頼むぜ、式を作ってくれよな。残念。もう一回やり直してね。万歳！大成功！どうだい？簡単だっただろう。楽しかったわよ。ここで勉強した速さの知識を応用すると、次のような問題も簡単に解けるんだよ。わあ、楽しそう。早く見たいな。おめでとう！合格！君も天才合格賞がもらえたね。もう友達に負けないぞ。やったわね。おめでとう。どちらか選んでね。さあ、頑張ってね。踏切の前に立っている人の前を、長さ120メートルの列車が8秒で通過しました。この列車の時速を求めなさい。
長さ150メートルの列車が秒速18メートルの速さで進んできて、長さ300メートルの鉄橋を渡り始めました。渡り切るまでに何秒かかりますか？秒速16メートルの速さで進んでいる長さ130メートルの列車がある長さのトンネルを通過するのに48秒かかりました。このトンネルの長さはいくらですか？線路に沿った道を分速240メートルで走っていたタロの前方から秒速18メートルで長さが154メートルの列車が進んできました。この列車が太郎くんとすれ違い始めてから終わるまでに何秒かかりますか？長さ135メートルの A 列車が秒速12メートルの速さで進行中。反対の方向から進んできた長さが126メートルで、秒速17メートルの B 列車とすれ違いました。すれ違い始めてから離れるまでに何秒かかりましたか？線路と平行になっている道路を長さ8メートルのダンプカーが時速 64.8km で走っていたところ、前方から貨物列車が秒速14メートルでやってきて、ダンプカーとすれ違うのに 5.5 秒かかりました。この貨物列車の長さを求めなさい。どちらか選んでね。さあ、頑張ってね。